Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Andri pribadi. Ini gue cerita dulu ngerekam, tapi tombol rekamannya gak kepencet sama gue. Jadi gue lagi ngejalanin misi finding to find happiness, tapi gak kepencet sama gue, kampret banget. Tapi mungkin masih bisa kita lihat beberapa achievementnya yang bisa kita tonton mungkin di sini. Album, the subquest. Ini nyebelin banget tau gak ketika ngerekam. Gue udah ngomong sekitar 15 menit apa 30 menit, gue gak tau, gue gak begitu inget. Nyebelin tau gak lo. Ngerekam udah gitu gak kepencet tombol rekam. Ini dari tadi gue udah mau siaga nih, kepencetnya nih tombol ini, kepencetnya nih tombol gitu kan. Mana finding happiness, ada gak? Finding happiness. Aduh, find happiness. Ini kampret banget, gak pencet. Oke, kita dari awal lagi. Sekedar scene aja. Onegai desu. Nanika hoka no hōhō wa nai desu ka? Mamono taiji igai no shigoto wo sasete kureru nara, kitto yaku ni tachimasu kara. Kimochi wa wakaranai demo nai ga, ryūjō wo mitomeraru gimu wa, kenjō, mamono taiji dake nano ka? でも僕の力じゃ魔物を倒すなんて無理ですし君一人を特別扱いすることはできない。なぜかわかるか。いえ、わからないです。仮に君を特例で町の中に入れたとする。すると次の日には自分も入れろと、たくさんの人間が殺到するだろう。全く義務を果たす気もない人間がだ。町に住む者の生活は国によってある程度保障されている。だがそのための財源は無限にあるというわけではない。だからこそ義務を果たした者だけを受け入れているのだ。わかりました。だったら何とか頑張ってみます。冒険者様、お久しぶりです。お久しぶりだね。お母さんの調子はどう？それが、お母さんは死んじゃいました。エストラゴンのおかげでお母さんは少し良くなりました。でも寝たきりなのは変わらなくて。そもそもテント暮らしが大変なんです。でも僕一人では母と僕の分の義務を果たすのはとても無理ですから。それでそのうちそのまま眠るように。ごめん、辛いことを思い出させちゃったね。いえ、大丈夫です。でも、死ぬ間際に記憶を取り戻してくれたんです。それで、今まで迷惑をかけてごめんねって。それと、私の分まで幸せになってねって。だから、僕はお母さんの分まで幸せにならないといけないんです。そのためにも僕は町に入って真っ当な生活を送れるようになりたいんです。そう、頑張ってね。でも無理をしたらダメだよ。はい、ありがとうございます。武器、糧食の確認は終わっているか？魔物討伐の開始まで時間がない。急ぐように。ん？ああ、あなたたちか。何か用かな？
あの少年のことか。彼の事情はその反応を見るに知っているようだな。彼は母親を亡くした直後はかなり落ち込んでいたそうだよ。しかししばらくして町の中に入りたいとやってくるようになったのだ。できれば力になってやりたいが、立場上私は彼だけを救うというわけにはいかない。仮に私の助力を受け少年が入場したとしても、事実が発覚すれば彼は権利を剥奪されるだろう。もちろん私も不正を働いたということで職を失うことになるだろうな。それだけ義務を果たすということはこの国にとって重要なことなのだ。とはいえ人生を変えようと努力する少年の力になれないのは自分としても情けない限りなんだが。おっと、こうしてはいられない。魔物討伐に出撃するにあたり人員の募集をしなければならないんだ。すまないが失礼する。よくぞ集まってくれた。我々はこれより魔物の討伐に向かう。宝石次第で入場許可を出すので各自奮闘してほしい。はい。君も参加するのか。はい、町に入るために全力を尽くします。そうか、無理はしないように。ありがとうございます。さあ頑張るぞ。よくやった。その調子でいけば入場許可を出せるかもしれないぞ。ありがとうございます。そうか、僕も頑張ればできるんだ。よし、もっと魔物を倒して義務を果たすぞ。いた。待て、あれは君じゃ無理だ。えい、邪魔をするな。やってやる。やってやるぞ。やあ！うわあ！誰か少年のフォローに入れ。冒険者様。ティンケル君、とどめよう。町に入りたいんだよね。倒せた。アンダルさん、僕やりました。ああ、
助力を得たとはいえ、あの魔物を倒せたのは功績として十分だろう。それじゃあ、よくやったな。さあ、この門をくぐるがいい。はい、ありがとうございます。冒険者様たちもありがとうございました。お二人のおかげで町に入ることができます。これでお母さんに言われたように幸せになれます。それじゃ失礼しますね。君たちには面倒をかけさせてしまったな。だが君たちのおかげで少年が城壁内に入れるようになった。私からも礼を言わせてくれ。あとは少年の行く道に幸運があればよいのだが。すいません。久しぶり。ずいぶん疲れてるみたいだけど大丈夫？そんなに顔に出ていますか？実は町の中に入れはしたんですけど、そこでも果たさなければならない労働の義務があったんです。それをこなそうと頑張ってるんですけど、慣れないことが多くて疲れが溜まって。あんまり無理しちゃダメだよ。ちゃんと休んだりしないと。でもまだ大人になってないのに城壁内でも義務を果たさないといけないなんて。それは仕方ないんだ。アンドルさん、何が仕方ないんですか？少年に課せられた労働の義務はある種の救済措置でもあるんだ。救済措置ですか？ああ、入場が許可された時君はほぼ着の身着のままだっただろう。はい。城壁内で労働の義務を課せられるのは君のような財産がなく明日の生活に困る人間が主だ。そういった者には助けが必要だが、国が無償で衣食住を提供すると今度は他の住民から不満が出かねない。そこで義務を果たすことにより国から衣食住を提供されるという形式をとっているのだ。税を納められる者は貧寸で納税の義務を果たし、それが難しい者には労働で税を支払ってもらうとい国からの義務という形をとっているのも、貴重な仲介者が現れないようにするための措置でもある。そういう仕組みだったんですか？簡単に説明は受けたんですけど、よくわからなかったので。慣れるまでは大変かもしれない。だが生きていくためには何らかの形で仕事をし糧を得なければならない。あまり無理をしないよう気をつけて頑張ってほしい。わかりました。でも僕もう一度休んでみんなに迷惑かけちゃったから、その分も頑張って取り戻さないと。冒険者様もアンドルさんもありがとうございました。それじゃあまだ仕事があるのでこれで失礼します。お母さんの言った通り、僕幸せになれるよう頑張るから。だから僕のことを見守っていてね。心配ではないか。なんとかできないんですか？慣れる
るまでは少し労働を軽くするとか。実は少年は無理をしてすでに一度倒れているんだ。その後担当者が負担を軽くしようかと提案したんだが拒否されたそうだ。真面目で責任感が強いせいで自分の分の仕事が他人に行くことで迷惑をかけると思ったのだろうが、それで体を壊してしまってはより迷惑をかけることになるんだから。君たちは少年と何かと縁があるようだし、連邦の兵士である私が言うよりは効果があるかもしれない。何か差し入れでもして、その時に無理をしないように周りをもっと頼るように伝えてくれないか。差し入れは、そうだな、重労働の連成施設で人気のドフィノワーズでどうだろう。無論報酬は用意する。ありがとう。ではよろしく頼む。Oke, tadi itu aja yang kelewat sebenarnya. Cuma ya gue kesel aja gitu loh. Udah nggak rekam-rekam persis. Nah sekarang gue sebelum misinya sudah ngebikin apa ini namanya, Dopinos, aku nggak tahu baca apa. Nggak tahu udah jadi apa, udah jadi ternyata. Sebentar, gue ngecek dulu. Gue takut nanti rekaman gue hancur lagi. Jadi sebentar kawan-kawan, kasih gue waktu. Oke, aman-aman aja. Jadi kita bisa lanjutin. Nyebelin kan. それがドフィノワーズか。この辺りでは見ない珍しい料理だし、ちょうど食事時だ。いいタイミングだろう。少年はこのくらいの時間だと配達の仕事で商店の近くにいるはずだ。頼んだぞ。オッケー、アンドル。あ、冒険者様たち、何かご用ですか。でもまだ仕事中なので。ギブちゃんやっぱぶっちゃっちゃみたい。実は差し入れを持ってきたんだ。そろそろお昼だし食べてくれる。お昼、もうそんな時間なんだ。差し入れはありがたいですが遅れているので仕事をしないと。食事を抜いて仕事しても効率は上がらないよ。ちゃんと休養を取るのも仕事のうちだよ。でも他の人に迷惑をかけるわけには。義務を果たさないと城壁内から追い出されて幸せになれない。ini bocah gak ngerti kalau misalkan sorry gue lagi digigit nyamuk. Kalau misalkan kerja-kerja tapi enggak berlebihan sampai istilah nyiksa diri gitu kan. Boku ni wa ushiro date mo nai kara. Toka no hito yori mo motto hatarakanai to. Hitsuyou to sarenai to. Sonna ni muri o shite karada o kowashita ra moto mo komo nai yo. Chouheki nai ni haireta no wa yokatta kamoshirenai kedo. Muri shite hataraite iru ima, Tinkeru-kun wa shiyawase nano?ティンケル君がそんなにボロボロになることはお母さんが望むの。元気で健康でいてほしいって願ってるんじゃないの。僕はどうすれば。テント暮らしの時は周りは信用ならない人たちばかりだったかもしれないけど、今は違うでしょ。Ah, kepencet, sorry. Saya juga beberapa cerita kepencet sama gue, tapi gue malas ngapa kamu lagi. Ato, sashiire, arigato gozaimashita. Kore de muri shinai yo ni natte kureru to ii n da kedo. Oke.Ini gue harus ngapain lagi? Pasti ngebunuh Mamono lagi.
Karena sebelumnya juga gue ngebunuh Mamono dulu, tapi itu gak kerekam, sama gue nyebelin banget. Dan emang gak gue rencana untuk masukin video juga gitu. Tapi damn man. Oke, gue butuh satu lagi. Jadi semua bunuh 10 Mamono. Aduh, beneran kadang-kadang gue suka pak linglung gitu. Karena gue ngerekam ini, kalau kalian mau tahu gue jam 3 pagi. Aduh, udah mau jam 4 malah udah mau subuh. Jadi kadang-kadang kepala itu puyeng gitu. Jadi yang aduh, gimana ya? Ya gue mohon maaf lah kalau video hari ini benar-benar buluk banget, cuma gue nunjukin scene-scene-nya doang. Tapi seenggaknya gue pengen nunjukin ke kalian seperti itu aja sih. Gak mau ada yang kelewat sama gue. Dan gue gak mau ngulang lagi dari awal untuk satu misi yang gak jelas kayak gini. Oke, kita kemana lagi? Oh, di sini. Sekarang jutawan si Tinkernya, oh enggak. Oh, Anda pengen jadi pemalas lagi. Sorry. Betul. Oh my god, senyumnya. No. Don't show me that mouth. Ini ceritanya di awal itu benar-benar sedih banget. Oke, okay, gak ada lagi kan yang ini. Karena jujur kenapa gue ngambil side quest ini, karena ngeganggu jalan gue sebenarnya. Shining Warrior nanti itu udah belum gue jalanin lagi. Gambler Shock versus itu Eternal Fight Princess nanti mungkin lain kali untuk side quest yang lain. Jadi gue habis dulu aja. Makasih yang nonton, jangan lupa subscribe. Gue lagi mohon maaf hari ini videonya kacau karena gue nggak tahu ternyata tombol rekam nggak kepencet sama gue, jadi ya begitulah. Makasih yang nonton, jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Ohayo. Konnichiwa. Konbanwa. Itsu miteru ka wakaranai ka.